はい、こんにちは。栃木の竹市農場です。町役場の駐車場に来ました。で、前回の動画でね、言いましたように、これから確定申告に行ってきます。で、去年は、母親がね、2回入院しましたので、医療費がね、50万ぐらいかかったのかな、入院代、なんだかんだでね。そんなのもちょっと申請していきたいと思います。今2時半かな、2月24日のだいたい2時半です。戻ってきたらね、また動画撮ります。行ってきます。はい、確定申告が終わって帰ってきました。ここへ来たのが2時半くらいですかね。で、すぐに確定申告の会場へ行って受付して、まあ、受付から終わるまで約30分ですね。待ち時間も入れて30分ぐらい。まあ、今の時間帯は比較的、空いてる時間かなと思います。で、今年の確定申告はいつもとちょっと変化点は、去年ね、母が入院したもんで、医療費控除を受けました。そのくらいかな。で、領収書も持ってったんですが、自分が計算して、約50万くらいかな、医療費かかったんですが、そのチェックもなくね、まあ、自分も検算までやったんで、間違いはないと思うんですけど、まあ、そのまま申告通り、通りましたと。で、約ね、3万くらい、還付になるそうです。で、1ヶ月後ぐらいに口座に入るという話でした。で、前回のね、話ではちょっと漏れたんですが、今から10年前、2001年の確定申告、ちょうどね、3月11日にここへ来てました。で、多分その日も2時ごろ受付をしたと思うんですけどね。で、今回と同じように2時ごろ受け付けて2時半ごろ終わったんかな、それで帰ってきて車に乗ろうとしましたらね、もうゴーッと音がしてね、すごく揺れて、今これが町役場の建物なんですが、これが、斜めに歪みました。すごいです。で、ちょっと左にパンしますね。これが町役場の駐車場なんですが、この駐車場が波打ちました。もう半端じゃない揺れでしたよね。で、もう立っていられずに、車に入る直前だったんでね、立っていられずに車にしがみついたということでね、あと10分も遅かったら、確定申告中に地震になっちゃってね、それで終わっちゃったのかなと思って、よかったなと思います。で、もう その場でね、すぐ動くことができずにね、この看板、正面の看板の先がね、町役場の入り口なんですが、揺れが静まってから職員の方が出てきました。もう多分確定申告もそれで終わりですよね。電気止まっちゃったんでね。で、帰ろうとしたんですが、幹線道路の信号機がみんな止まっていて、新4号線を渡らなくてはいけないので、あそこもね、信号機止まってると渡ることできませんでした。で、仕方ないんでね、新4号線と一般道路が立体交差になってるところでね、立体交差でしたら新4号直接横切らなくて済むんで、そこまで行って、自宅に戻ったというのは覚えてます。ですからね、確定申告にはちょっとそんな思い出があるということでね、無事今日確定申告が終了しました。これから帰ります。